はい、こんにちは。札幌の美容室、早回しの後藤です。こちら、今日ダイソンのコーラルっていうアイロン、ヘアアイロンを紹介したいと思います。こちらですね、台座がこういう感じになってて、で、ここにポケって、ここで充電できるんですけど、コードレスでも使うことができます。これ、宿毛矯正の時とかは、このままだと長く使えないので、台座についてるこのマグネットですね。このマグネットを直接こちらのアイロンの後ろにこうマグネットになってるんで、つければ宿毛矯正で使うことができます。これのメリットとしてはやっぱこれなくこのまま使えるっていうのが一番メリット で、そうなってくると一番の問題点がやっぱバッテリーだと思うんですよね。で、このダイソンさんの今回の商品のバッテリーが結構重いんですよ。で、結構重量があります。そうじゃないと多分この高温に耐えられないと思うんですよね。なので、ちょっと重さが結構ね2倍ぐらい、その間の2倍ぐらいあるかな。これ家庭用のものなんですけど、業務用も同じような感じになってます。で、アダプターがこれもねちょっと重いというか、業務用これ長いんで持ち上げることはないと思うんですけど、これ入れると結構な重量になるんですね。ラディアントのこのアイロンと比べてじゃあどのぐらい違うのかっていう部分なんですけど、このラディアントを結構使ってる方だとかなり重さを感じると思います。ちょっと見てもらうとあれなんですけど、まずここをカパッとして、で長押しします。これを長押ししましたらここにつきますよね。で、温度を決めれるんですね。で、温度が一番低いのが165で、次が185、次が210っていうこの3段階の温度になっております。で、まあ大体一応上にするんですけど、結構立ち上がりがめちゃくちゃ早くてすぐ熱くなるで結構使いやすいです。ただ重さがねやっぱちょっと結構あるので、普段使うときはこのように使うんですね。で、あとはですね、プレート面がちょっとやっぱりアイロン入れてるとわからないんですよ。こういう面なんで、多分そういうことでここがプレートここまでですよっていうマークが入ってるんではないかなというふうに思います。上から入れてるとちょっと見えないんですね、どこまでがプレートなのかっていう部分ですね。で、このマークがここまでですよっていう感じ。アイロンの入り方としたらやっぱり全然ちょっとラディアントと違って、こっちはがっちり入る感じですね。で、こっちはちょっとマイルドな感じに入ります。マックスの210度で、で同じ温度で検証してみたんですけど、こっちはがっちり入る、こっちはちょっとマイルドに入るというような感じになってるんで、がっちり入れたい方はやっぱりラディアントローがいいと思います。で、プレート面がちょっと動きやすいので、結構しっかり角度もダイソンさんのやつはプレート面が結構繊細に作られてるんで、角度がちょっとこうバネで合うようになってます。厚さがある髪の毛とかもその厚さの角度によって合うようになってはあります。比較するとやっぱり基本マイルドな感じなのかなって。ただ本当にパッてスタイリングで使いたい時とかにコードなく使えるんで結構楽なんですよね。前髪とかいろんなとこやるときにコード気にしなくていいので結構使いやすいんで、スタイリングとかはめちゃくちゃ使いやすいかなと思います。ただ細かいところとか、こういうもみ上げとか顔周りの産毛とかの矯正入るときにプレートここが肉厚なんでちょっと見づらいんですよね。こういう産毛を入れる時ですね。なんでそこがちょっとどうかなと思うんで、まあ矯正やるんであればやっぱりこっちの方がやりやすいかなと思う。はい。なんで一番メリットとしてはコードレスで使えるっていうのがまあ一番いいかなっていうふうに。業務用はまたちょっと色が違うと思うんですよね。まあ一般の方はこのシリーズかなと思います。結構ですね、僕最初困ったのが購入した時に、使い方の説明があまり載ってなくて、どうやって使ったらいいんだろうと思って、最初皆さん買った時困ると思うんですけど、これ長押ししてもすぐ使えないんですよ。買った時にですね、1個やらないとダメなことがあって、これねなかなか最初分かんなかったんですけど、説明書がねなんかちょっと分かりづらくて、でここにボッチがありますよね。でこれを引き出して、これこうやってパカって出るんですね。でこれが最初反対向きに入ってるんですよ。でこれだと販売してる状態ってこの状態になってて、これを反対にくるっと、これはね反対になんか回すんですよね。最初はねこのオレンジ色の矢印が上に向いてるはずなんですよ。ここに、入ってるスイッチが入ってるんですけど、これを反対にしてここに押し込んで入れます。これで初めて使えるようになるんで、結構こう最初結構皆さん迷うと思うんですよ。でここが何もない状態ですね。こういう状態が使える状態です。大丈夫な状態で最初ね、これが回さないで、通常通りやるとなんかコネクト入れてくれみたいなマークがここにこういう風な電源を入れると分かりますかね、こう入れてくれってなるんですよ。こういう状態で全く使えないんですよ。なので、最初ね長押ししたりとかいろいろやってみたんですけど、何回か押してみたりとかいろいろやってみたんですけど、結局なんかちょっと分からなくて、よく見たら載ってたんですよね。でこれをこの状態から外して、でこれを反対向きにしてスイッチを入れて、これで初めて使います。これで
皆さん多分最初困る人がいると思うんだよね。まあね、多分ねバッテリー今後改良されると思います。多分これ本当重いんで腕が肩が凝っちゃう可能性があるので、今後としては改良されてこのバッテリーがより軽くなってくるんではないかなという感じがしますので、料金もね結構やっぱりドライヤーと同じくするので5万円ぐらいするのかな、結構ねいい値段しますよね。まあ、参考になったと思ったらシェアとかいいねお願いいたします。ずっとダイソン使ってるんですけど、エアラップの機能の方からずっと使ってるんですが、まあちょっとねいろいろ今後もやっていきたいなと思うんで、よろしくお願いいたします。